釜底を作る作業である。釜底に直径10センチ程度の瓦木と称される細木を敷き詰める。これは空気の流れの考慮と水蒸気が水滴となって釜底にたまらないようにするためのものである。炭化室の天井となる部分を作る作業を高架けと呼ぶ。この工程も煙道作りと同様に最も注意する工程の一つである。取りも直さず鋼の良し悪しが出来上がる木炭の量品質の良し悪しにつながる。また鋼は乾燥に伴い15ないし20センチ程度下がっていくことも考慮しなくてはならない。長い経験と技術が要求される作業である。釜口を仕上げていく。まず最前列の端材の基部30ないし40センチの部分に障壁代わりの練り土を塗りつける。これは点火するまで滝口にて薪を燃やし続ける際に炭材基部がいち早く燃焼消失してしまわないための処理である。着火を確認した後釜口を嵐口と称する幅20ないし25センチ高さ10センチほどの通風口となるように狭める。梱包段階で細かくなったものを寸取りという竹で編んだ道具によってふるい分ける。